はい、時間になりましたので始めさせていただきます。本日は変わりたいのに変われない目標に向かうためのブレーキを探してみようと題しまして、秋葉様よりご講演いただきます。皆様拍手および拍手スタンプでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、ではお願いします。はい、じゃあ、お待たせさせていただきます。改めて金曜日の夜にお集まりいただきありがとうございます。この変わりたいのに変わらない目標に向かうためのブレーキを探してますということで、始めさせていただきます。ちょっと個人事ですが、私、福間さんとも Facebook でやり取りしてたんですけれども、今日朝起きたら Facebook が身に覚えがないんですけれども、全面的に強制停止みたいな形でアカウントが停止していまして、ちょっと今日落ち込み気味なんですが、皆さんからもパワーをいただきたいなと思っています。よろしくお願いします。で、ちょっと Teams が慣れないもので操作に不備があったら、ぜひチャットとかでお知らせいただければと思います。進めていきます。で、本日お越しいただきましてありがとうございますというところで、今日お越しいただいた理由、どんなところに興味いただいたかなっていうところをちょっと教えていただきたいので、打てる方はチャットで何で来たかっていうところを教えていただきたいなと思います。チャットを打てる方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。チャットを私がちゃんと見れるかどうかも怪しいんですけれども、これかな。なんで今日、ありがとうございます。ブレーキ聞き気味だから。あと、司会者だから、そうですね。ちょっとなんか、身内的な感じになってますね。あれですね。ありがとうございます。ちょっと、もしかしたら、チャット、趣旨同様変わりたい、ありがとうございます。気持ちがあるのに変われない自分との葛藤があるので、ということで、変わりたいのに変われない人間なので、ありがとうございました。と聞かれました。というところで。そうですね。皆様、一旦ありがとうございます。結構世の中にはいろいろなポジティブな、この頑張るのとかあると思うんですけれども、でも、とはいえなんかそういうのとかって、なかなか、こう、やらなきゃいけないこと分かってるんだけど、まずいこと分かってるんだけど、まあ、意識高い人の話聞いても、なかなかちょっと自分とは違うよねっていうところだとか、もしかしたら、まあ、自分はちょっとそういうモチベーション高いわけじゃないからみたいに思われてるかなっていうこと、あるあるかなと思います。はい、皆さんも続々いただいてありがとうございます。すごく変わりたいっていうところと、じゃあなんでブレーキあるかっていうところを知りたいっていうところですね。何か皆さん結構目標達成とかゴールみたいなところはあるのかなっていう感じでお伺いしました。はい。で、ちょっとこのアナウンスの時にも書いたんですけれども、変えることって、習慣変えることってすごく難しくって、なんでかっていうと、まあ一説にはこう食生活を変えたりとか、運動したりとか、喫煙、タバコやめたりしないと、あなた死んじゃいますよって言われても、実際に変えることができる人は7人1人15%程度だっていうふうに言われています。で、まあそれぐらい変えるっていうのはすごく難しいことです。で、今日のゴールなんですが、なんか真っ白になってる。真っ白になってる。映りました。はい。今日のゴールなんですが、これってすごく難しいことなので、今日1時間経った時に具体的に変わる手段が分かった、明日から変えてみようっていうところまでは、正直難しいです。で、一旦今日の1時間のゴールとしては、なぜ変えられないのかが分かったと。なんでこういう構造になっているのか分かったっていうところと、今後一歩進むための自己理解のヒントにつながったっていうところを、目指して時間を進めていきたいなと思います。はい。で、今日の進め方です。最初の1時間ですね、いただいている時間で、ロジックをお伝えして、個人ワークをしてみる、自分で振り返ってみるっていうのを進められればと思うんですけれども、こちらのワークがですね、本来半日とか1日とかでやるもので、結構じっくりお互いこう聞き合ってやっていく、深めていくワークなので、ちょっと1時間でやるの自体が正直無理ゲーなところがあります。ただ、で、しかもあんまりこう相互にインタラクティブにやらないっていうところもあるので、まあ、ちょっと正直1時間のところだと、バーって私の方から知識面のインプットをさせていただいて、皆さんに持ち帰っていて、あれ何だったんだろうなって考えていただくような感じにはなるかなと思います。
途中、ワークとかチャットの流しあるんですけれども、時間的に難しい方もいらっしゃるかなと思うので、ちょっとメモとか、PC のメモとか書いていただければと思うんですけれども、内容に差し障りがある場合は、チャットしなくて大丈夫ですというところです。ちょっともしかしたらチャットもそこまで時間取れないかもしれないので、気づいたこととかがあればメモとかをしていただければと思います。あ、川本さん、ありがとうございます。結構こちらですね、皆さんカメラオフで参加する文化だっていうふうにお伺いして、今、川本さんだけがオンになっているのが見えている感じですね。そうです。ありがとうござい知りま合いす。で参加いただいてました。一人だけちょっと異色な感じかもしれませんが、ミュートをオフにします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。で、1時間終わった後の30分のところで、質疑応答とかをさせていただければと思います。はい。で、ちょっと後になったんですけど、自己紹介というところで、本業はソフトバンクにおります。で、メインでやってるのがソフトバンクアカデミア事務局っていう、孫正義の後継者を育成するコミュニティですね。運営してまして、今ちょっとちらっと出た、川又さんっていう方も、スタートアップやられている女性経営者の方とかで、そういった方とかが参加いただいています。で、他に本業の中では、キャリア自立、ソフトバンクの社員のキャリア自立のプロジェクトをやってたりとか、あとは、生成 AI をどうやって活用するかっていうプロジェクトをやってたりとか、研修講師とか、ピアサポーターっていう社員の悩みを聞くみたいな、仕事とかを本業でやっております。で、並行して副業では、キャリアコンサルタントとか、ビジネスキャリアメンターって言われる、お話を聞いて、ビジネスに関わるメンタリングの話を聞くだとか、ワンオンワンの副業だとかっていうところをやっておりまして、まあ、お話を聞くみたいなところで、たくさんやってきているので、今日はそのお話聞いている中でっていうところをベースにした、その一つのノウハウみたいなところを皆さんにお伝えできればいいなと思ってます。はい。ではちょっと時間短いので、サクサク進めていきます。で、まず最初に免疫、ブレーキなんだろうっていう仕組みからお話をしていきたいと思います。で、じゃあ、ブレーキなんだろうっていうふうに考えるときに、変われること実際あると思うんですね。変わろうと思って実際に変われること。でも、変わろうと思っても変えられないこと。両方ある。それの違い何かなっていうふうにちょっと考えていただきたいなと思います。ちょっとチャットのところは、難しそうなので、一旦省略するんですけれども、皆さんちょっと今考えてみてください。変わろうと思って実際に変われたこと、過去にできたこと、小さなことでもなんかちょっと思い出していただければと思います。どんな時に変わろうと思って実際に変わることできたかなっていうところですね。ダイエットしようと思って成功できたとか、資格を取ろうと思って資格を取ることができたとか、いろいろあるかなと思います。はい。ちょっと進めていきます。で、皆さん、いくつかそういったところあるかなと思うんですけれども、じゃあ変わろうと思っても変えられないこと、それと何が違うかというと、メカニズムとしては、いや、これも消えている。よいしょ。あ、映りました。人は何かアクセルを、変わろうっていうアクセルを踏むときに、同時に止めるっていうブレーキを両方踏むというメカニズムがあると言われています。アクセルとブレーキ、両方踏んじゃうっていうことですね。で、なんでそんな複雑なことをしているかというと、人には免疫システムが備わっているっていうふうに言われています。まあ、免疫っていうのは、まあ、今コロナとかですごくいろいろ言葉として出てきていますが、もちろん言葉として悪いものではありません。メカニズム、免疫のメカニズム自体は悪いことではなくて、人の人間に備わった極めて優れたシステムですごく大切な財産が免疫です。ただ一方で、やりたいとかなりたいっていう目標がありながら、それをやらないことを許し続けているっていうのを、この自己防衛の機能に着目して、映し出すアプローチを免疫システムっていうふうに言っています。何か変わろうっていう時に自分を逆に守るものですね。守るものが免疫としてブレーキをかけているというふうに考えられています。もうちょっと見ていきますね。で、さっきの何が違うというところで、変わろうと思って実際に変わることは、主に技術的な
アプローチでできること、何か技術的に開催すればできることと言われています。で一方で変わろうと思っても変えられないことっていうのは技術だけではなくて、あなた自身のこう適応要すること、免疫システムが働いているときに変わろうと思っても変えられないことが発生していることになります。ですかね。これがちょっと簡単に振り返ると、なんで変わろうと思っても変えられないこと、まあ、ここ結論どころでもあるんですけれども、ブレーキとアクセルとブレーキを同時に踏むシステムがある。で、それが何であるかっていうと、あなたを守るための免疫が働いている。ということになります。で、今日ちょっと進めていきたいのが、じゃあその免疫、あなたに働いているものの免疫を明らかにしていこうっていうのの、やり方を皆さんにお伝えしていきたいと思います。そのやり方、免疫マップというのがあります。はい、ご紹介していくと、ゴールとした免疫マップ、このような形で4つの枠に、それぞれ書いていくものとなっています。なんかまた消えちゃってる。よいしょ。はい。で、この免疫マップっていうのは、皆さんが今心の中にある見えないものをほじくり出して見えるようにする、こう、X 線写真みたいな形で、皆さんの心のものを分解して出すものっていうふうに考えていただければと思います。で、これを明らかにしていくと、あなた自身の免疫が見えてくるということになります。はい。で、じゃあどんなことを入れていくかっていうのを見ていきたいと思います。はい。で、この免疫マップ、改善目標、阻害行動、裏の目標、強力な固定概念というふうに書いているんですけれども、ここのゴールとして書いていただくものは、一番左側に、あなたにとって一番重要な改善すべき目標、これを入れていきます。今、皆さんにとって、さっき目標はあるけれども変われないっていうところが、あったと思うんですけれども、皆さんがじゃあ今本当に何を改善すべきなのか、一番何が重要な目標なのかっていうところからのスタートになります。これをまず1個書いていく。で、これからちょっと難しくなるんですけれども、2つ目、じゃあそれに対してその目標を阻害している具体的な行動。変えなきゃいけないんだから、それをやればいいのに、それを阻害している具体的な行動、何か取っているはずなので、それを明らかにしていきます。で、その次、三つ目、裏の目標とあります。で、裏の目標っていうのは、さっき二番目で明らかにした阻害している行動、その行動と反対の行動をした時の不安を守るために手を打っている目標。これちょっとややこしいので、後で例見ながらお話をしていきます。2番目の行動と違う行動をしてしまうと、不安が生じると。で、その不安を生じるから手を打っている。何かあなたにとっての裏の目標っていうのを書いていただきます。最後、4つ目。4つ目は、この裏の目標の土台となっている、あなたにとっての真実、まあ、強力な固定概念ですね。これを書いていただく。というところが免疫マップ、明らかにしていくところとなります。ちょっと具体的に見ていきますね。はい。はい、どんなことを書いていくかっていうと、例えばこれ、私実際こうお話ししている中であった例なんですけれども、今この方は改善目標として、リーダーとなるために、この人がまあメンバーの方ですね。今後リーダーとなる必要があるから、リーダーとなるために仕事を部下に任せてマネジメント力を高めていきたい。こういうのを目標として持っている方がいらっしゃったとします。で、これがあなたにとって最も重要な改善すべき目標というところですね。で、じゃあその人の2番目、阻害行動、改善目標を阻害している具体的な行動というのは、改善目標に仕事に任せてマネジメント力を高めればいいのに、メンバーに任せずに自分でやってしまったり、自ら手直ししてしまったりしている。で、あるいは、会社が残業抑止をしようとしているんですね。残業安全性のために残業をしないでくださいっていう会社の体制に文句を言ってて、自分の仕事を効率化しない。なので、一番の改善目標とは違う行動をこの人は取っていました。これが2番目のところ。で、3番目の裏の目標っていうのが、なんでこういう阻害行動を取っているか。
この阻害行動と反対の行動をしてしまった時の不安を守るために手を打っている目標。つまり、メンバーに任せて自分でやらないっていうことをしたときに、この人は不安が生じると。不安が生じるから、それを守るために手を打っている目標は何ですかっていうのは3番目になります。ここが例えば 120% の結果を出したい。で、時間を使って頑張ることにより評価を得たい。つまり、ここの残業を推進する会社に文句を言っているっていうのは、文句を言っているっていう行動の 裏には、時間を使って頑張ることによってじゃないと自分が評価されないから、こう時間を使って頑張ることにより評価を得たいっていう裏の目標がある。で、4番目の、じゃあその目標の土台となっている強力な固定概念、どんなことかっていうと、仕事のアウトプットはメンバーのもとであっても自分が頑張ることにより完璧になる。メンバーのアウトプットは低いっていうそもそもの固定概念がある。あとは自分は時間を使って頑張る以外に強みはない。時間を使って評価されるっていうことをしないと他にあなたのこの強みがなくなっちゃうから。こういう固定概念を持っているっていうところがこの免疫マップを使って明らかになってきました。これ客観的に見ていくと、ここまで分解できていくと、本当はじゃあ、この強力な固定観念のところ、ここに対して最終的にはアプローチしたりとか検証していくと、何かこの人変わっていきそうだな、みたいなところがなんとなく、皆さんも見て取れるかなと思います。はい。もう一個進めていきますね。3番目。この免疫マップの例なんですけれども、まあ、これは体重を減らしたいっていう例ですね。3番目のところまで書いてますが、これA さん、B さん、C さん、3パターン書いてるんですけれども、ここで3パターン書いている意図としては、免疫マップの裏の目標とか、それ人によって違いますよっていうことをお伝えするために、このスライドを作っています。どんなことかっていうと、1番目の改善目標は、体重を減らしたい。で、それに対して反して取っている行動は、食べる量が多すぎる、お腹が空いてないのに食べてしまう、脂肪分を取りすぎる、炭水化物を取りすぎる。で、同じような行動をしている人が3人いました。でも、実はここの3人の人たち、それぞれ裏の目標っていうのが人によってバラバラで、例えば A さんだと、これをやらないことの不安、を守るために手を打っている目標なので、退屈したくない。いつも刺激を感じてエネルギーに満ちていたい。満たされない気持ちを味わいたくない。この人が本当に求めているのがここなんですね。で、続いて B さん。B さんは一方で、親しい人たちとの絆を大切にしたい。周りの人の愛情をしっかり受け止めたい。それが食っていうのには現れた。はい。で、逆に C さん。性的な対象として見られたくない。減量することに振り回されたくない。この方は一回ダイエットで成功して痩せた時にすごくモテたっていう経験があって、それ自体嬉しかったんだけれども、でもそれってなんかどうなのっていう性的な対象として見られたりとか、減量することによってこう、モテたりモテなかったりだとか、それが振り回されたくないっていうのが裏の目標というところがありました。はい。で、まずは最初にこの免疫マップの構造について一番最初にお伝えをしてきました。続いてもう一個のところ、一つずつ、今4枠あったので、改善目標、阻害行動、裏の目標、強力な固定概念。これを一個ずつ、もうちょっと分解して説明していくというのを進めていければと思います。はい。ここまで、なんとなく免疫マップ自体に関して、説明したんですけれども、このまま先に進めちゃって大丈夫でしょうか。リアクションとかでですかね。大丈夫かな。はいっていただいてますね。ありがとうございます。はい。いいねもありがとうございます。じゃあ4つの枠というところをまずご紹介させていただいて、ここから1つずつ枠についてご説明をしていきます。で、これちょっとそうですね、みんなでワークできればいいんですけれども、ちょっと皆さんのワークまで取っている時間がなさそうなので、持ち帰っていただいて、ワークするっていうのはぜひやっていただくっていう前提でちょっと見ていただければなと思います。
はい、ではまず早速第1枠の改善目標というところですね。でここが一番重要となります。でなんで重要かっていうと、さっきお伝えしたように、何か目標を走るときってブレーキかかるんですね。免疫で守っちゃうんです。で結局その目標が、そういった免疫だとか、あなたの守りたいことを上回っている目標じゃないと、いろんな言い訳とか免疫働いちゃうんですよ。そこはまあ頑張って崩そうとするけれども、やっぱりその目標が大きければ大きいほど、その免疫を壊していく糧になるので、ここが何の目標を立てるかっていうところが一番重要です。そこは、ある意味このワークの中での一番肝となるところです。はい。で、書いていただきたいのが、最も重要な改善目標を書きましょうと。で、これは1個。1個で最も重要なものです。でそれを目標を書く際には、この3つをすべて満たしていただきたいというところです。まず1つ目が、その目標が自分にとって重要なものですか？本気で切望していますか？嬉しいレベルじゃなくて、本当にそれが欲しいと思ってますか？っていうものです。で続いて2つ目。その目標が周りの誰かにとって重要なものですか？例えば、会社であったりとか、上司、部下とか家族など。これは誰かのために何かをするというのじゃなくて、あなたが本当にそれを改善することによって、周りも影響するような重要なものですかというものです。周りも喜びますか？あなたがそこまで変わることで。ということですね。誰かだけでもいいかもしれない。その重要なのが誰かだったら。少なくとも、あなただけっていうような自己だけが変わるものじゃなくて、誰かに影響を及ぼすような重要なものですかというものです。はい。で、3つ目。その目標を達成するために、相当な努力が必要だっていうふうに認識しているものだっていうことです。まあ、これは簡単に変えられないっていうものですね。はい。で、この3つを満たしているような目標、どんなものがあるかなっていうところを考えてください。で、これは補足なんですが、さっき言ったように、技術を何か身につけるっていうものだと、その技術を身につければできちゃうので、そういう、技術的な改善目標ではないものです。あなたにとってというところですね。で、逆に人格変えるレベルのものも、避けましょうというところです。で、ポイントは、できるだけ何やめたいかではなく、何をしたいかっていう工程系で表現してみると良いかなと思います。例えば、この肯定系どんなところかっていうと、まず、もっと聞き上手になりたい、上の空にならないっていうのがあったとします。で、これをもうちょっと具体的にいくと、もっと聞き上手になりたい。で、特に目の前の人に意識を集中させる、身を入れて話を聞く。これちょっと語字がありますね。これを改善目標というところに置いています。はい。まあ、こんな感じで、皆さんにとってのこの改善、改善目標を、考えていただきたいと思います。ちょっとチャットでの、時間は取りませんので、ちょっと1分ぐらい、ここを皆さん、消化していただく時間を取りたいと思いますので、皆さんにとって、こう、今の時点で思い浮かぶ改善目標って何かなというところを、ちょっとこの1分ぐらいで考えていただきたいと思います。さっきの説明資料のところを今このスクリーンショットで出しています。あなたにとって最も重要な改善目標って何でしょうか？その目標が自分にとって本当に重要でしょうか？その目標が周りの誰かにとって重要でしょうか？その目標を達成するために自分自身の努力が必要だっていうふうに認識されてますでしょうか？考えてみてください。ちょっとありがとうございます。来年度も勤務を続けられるようにすること。そうですね。来年度も勤務続けていきたいですね。周りにとっても大きな影響かもしれないです。チャットをくれる方はぜひチャットを送っていただければと思いますけれども、皆さんの心の中に留めていただいても大丈夫です。はい。じゃあ次に進んでいきます。はい。じゃあ1個目の目標ができましたと、さっき一番重要だというのをお伝えしたんですけれども、2つ目、阻害行動について見ていきます。
で阻害行動です。じゃあ皆さんがどんな行動をとっているせいで、あるいはどのような行動をとっていないせいで、この改善目標の達成が妨げられているのかっていうのを、具体的に行動面で書いていただくというのが2つ目の枠になります。で、これのポイントとしては、自分で自分に対する密告者になったつもりでぜひ書いてください。どんなことかっていうと、あの人こういうふうに言ってるけど、こんな対応してるよとか、こんなことやってるよみたいな。こんな感じで密告者になったつもりでぜひ書いてみてください。で、皆さんすごくロジカルシンキングとかそういったところに精通していらっしゃると思うので、どうしてもそういうネガティブなことを書くと、なんでそういうふうな行動を取るのかとか分析したくなっちゃうと思うんですけれども、一旦そこは考えなくて OK だし、解決策は書かなくて大丈夫です。なんでこういう行動を取ってるのかっていうのは考えず、どんな行動を取ってるからできてないんだよねっていう反対の行動を書いてくださいというのがここになります。はい、これ例えばというところですね。はい、会話の途中で、さっきの人のパターンです。聞き上手になりたいって人のパターンですね。会話の途中で上の空になってしまう。すぐにスマホをいじり始める。他の人の話を聞きながら頭の中でスケジュール確認を始めてしまう。お客の話を聞いている最中にどんなふうに返答すればいい印象を与えられるかと考えて相手の話をきちんと聞いていない。これが仕事のところです。で、例えば家族。子供の話を聞いているときに子供がどのように行動を改めるべきかを考えて子供の言っていることをきちんと聞いていない。で、最後パートナーの話を聞いているときに重要度を判断してしまって他の問題を考えてしまう。こんな感じで、この人改善目標でもっと聞き上手になりたいって言ってるのに、実際こんな行動してるよっていうのを具体的に行動面で書くのがこの2番目の阻害行動のところです。はい。やっとイメージつきますでしたでしょうか。じゃあさっき考えていただいた改善目標のところに対して、どんなあなた阻害行動をしているのかなっていうのを、ちょっと書くのが難しい場合は頭の中に思い浮かべるだけで大丈夫なので、こんな行動しているなっていうのをまたちょっと1分ぐらい時間をとって考えていただければと思います。さっきの目標に対して、どんな行動をとっているせいで、あるいはちゃんとやってないから目標が妨げられているっていうのを密告者になったつもりで具体的に書くっていうのが2番目の阻害行動の列です。ありがとうございます。日々忙しく大きなことを考える余裕がないかもしれず。そうですね。誰が忙しくさせているか余裕で予想できそうですが、ちょっと含みのあるコメントをいただきました。そうですね。もしかしたら向き合わなきゃいけないのに、自分が向き合ってないみたいなところがあって、っていう中になんかいろいろあるのかもしれないですね。ありがとうございます。もっと厚かましくなる。あ、いいですね。厚かましくならなきゃいけないような、ちょっと日々の改善行動が必要だっていうことですね。で、阻害行動、いい人と思われたいので言葉をブラートに包んでしまう。厚かましくならなきゃっていうのに阻害行動として言葉をブラートに包んでしまう。ありがとうございます。もしかしたら、いい人と思われたいとかも、そこ考えなくていいかもしれないです。ここには、原因とか、改善策みたいなところは一旦考えずに、1の改善目標に対する違う行動をどんどん出していくといいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。では次に進んでいきます。はい、2番目まで書きました。密告まで表されました。じゃあ次に第3枠、裏の目標を書いていきます。ここからちょっと難しくなります。はい。で、これどんなこと書くかっていうと、もし、ここの第2枠に出していただいたことの反対の行動を取ったときに、あなたに起きるであろう最も不愉快、恐ろしい、嫌な事態はっていうのをまず考えてみてください。例えば、オブラートに包んでしまうっていうのと、反対の行動を取ったときに、直接はっきり言ったときに、
この人にとって最も不愉快、恐ろしい、嫌な事態なんだろう。最悪な事態って感じですね。もう最も不愉快、恐ろしい、嫌な事態。恐怖っていう、恐怖っていう表現でもいいかもしれないです。で、何かしらのこの恐怖っていうのを元にして、その恐怖から自分を守るために手を打っている裏の目標を特定してみましょう。例えば、みんなにとっていい人と思われるっていうのが、さっきの方のもしかしたら目標なのかもしれないです。ちょっと例見てみますね。ここちょっと難しいです。はい。これさっきの方の、まず恐怖、不安メモを上のところにグレーで書いています。どんなことかっていうと、これをちゃんと向き合ってやると、間抜けに見えちゃうとか、例えば、話していることに対して、ちゃんとした対応ができずに間抜けに見えてしまったりだとか、子供が、問いを求めているのに、そこに対して答えることができなくなって、屈辱を味わうとか、無力感を感じる。で、あるいは、この人、分かってないんだなっていうのを分かることで、物事をコントロールできなくなる。あるいは、重要度を判断していかないと大きな失敗を犯す。こんな感じで、ふつふつと湧き上がってくる、これ反対のことやったらこんな不安があるじゃんっていう恐怖が上のところに書かれています。で、じゃあなんでその恐怖があるかっていうところを支えている土台の裏の目標が下のところです。間抜けに見られたくない。もう自分は間抜けに見られたくない。屈辱を味わいたくない。無力感を感じたくない。大きな失敗を犯したくない。入れちゃってるな。よいしょ。はい。誰かが、特に自分の責任内の人、まあ、子供とかパートナーとかですね、が大きな失敗を犯すのを放置したくない。こんな感じで、2番目の時と書いたところと反対のものを感じた時の恐怖が上の段。で、その恐怖に対して、不安を守るために手を打っている目標というのが下の裏の目標というところになります。はい、ここちょっと解釈というか噛み締めるのに難しいところかなと思うので、ちょっとお時間とって見ていただければと思います。もし2つ目の枠の反対の行動をとった時にあなたに起きるであろう恐怖で、その恐怖をもとに、その恐怖から自分を守るがゆえに、あなたにが手を打っている、まあ、ポリシーみたいなところもあるかもしれないですね。裏の目標を特定してみましょう。ここちょっと時間を取って考えてみていただければと思います。皆さんありがとうございます。日常頑張っている自分という言い訳をして自分自身に甘え、やるべきことがおろそかになってしまう。本来時間があるのにその時間は自分の時間、やってるからいいよねという甘えで家族のことを考える時間がおざなりになっている。でもここが今第2の、阻害行動のところなので、それを振り切ってやった時にふつふつと湧く恐怖。阻害行動は時間。元気さんありがとうございます。阻害行動が時間を別場所で潰してしまう。裏の目標は疲れで倒りたくない。一番目の目標が何かに対して、100%時間を使って頑張りたいみたいなところがきっとあるんでしょうね。だけども、別場所で潰してしまう。で、なんでかっていうと、それをやらないと、100%振り切って倒れちゃうんじゃないかと。で、その疲れ倒れたくないっていうのを、キープするために、裏の目標があるってことですね。りがとうございます。まず3番目のこの裏の目標まで進んできました。
多分ここの、ワークって、ワーク設定しておいてなんだっていう感じなんですけども、多分楽しくない。あんまり楽しくない時間なんですよね。で、なんで楽しくないかっていうと、やっぱり自分が目標に対して密告したりとか、それの、言い訳みたいなところを定義しなきゃいけないから。ただ、ここの、3ステップってすごく重要で、アインシュタインも問題を正しく定義することは問題を解くことと同じぐらい重要っていうふうに言われているので、ここのワークを丁寧にやっていくことが重要です。で、ここまでやってくると、自分が第一で書いた、アクセルと、で、なんでブレーキ踏んでいるかっていうのが、ちょっと、ご理解いただけできたかなって思います。なんか書いてみると、ここのアクセルに対して、このブレーキ踏むのって、なんか当然なような気がするみたいに、ちょっと見えてきませんか？まず3枠まで分解してくると、ちょっとそういったところが見えてくるかなと思います。はい。で、3枠まで書いているところで、こちらへと資料とかも、配布できるのかな。ちょっと書いたところを点検してするっていうのをちょっとステップを踏んでいきたいと思います。皆さん書いていただいたその裏の目標のところが、こういったところでちょっとチェックしていければなと思います。皆さん書いていただいたところが何か特定の恐怖と強く結びついていますか？で、続いて、この目標を達成しようとすると、2枠に書いた阻害行動が必要になったりとか重要な役割になるっていう関係性がちゃんと結びついていますか？で、第2枠のこの行動を改めようとするだけでは第1枠の改善目標を簡単には達成できない。なぜなら不安がたくさんあるから。っていうところはなんとなく理解できましたでしょう。あとは第3枠見ていくと、その2つの目標。一番左側の目標と裏の目標みたいな間でジレンマに陥っていることを実感できますか？ここを第3枠まで書いたら、じっくり点検いただきたいなと思うところです。はい。で、第3枠まで来たので、最後の第4枠ですね。強力な固定観念というところを見ていきます。すみません。ちょっと私別のところで固定概念って書いちゃったんですけれども、正しくは固定観念です。はい。で、第4枠の強力な固定観念はどんなことかっていうと、この免疫システム、第3枠までの免疫システムの土台に、どういう思い込みがあるか明らかにしてみましょうというものです。で、これはできれば、他の人の意見ももらいながらやってみると良いところです。で、なんでかっていうと、自分が自己認識しているのって、自分にとっての常識なので、それは一つの仮説に過ぎないからっていうところです。で、コツとしては、第3枠に記した裏の目標っていうのを客観的に見たときに、もう本当にやっていただきたいのは客観的に引いてみたときに、こういう目標を持つ人がいたとしたら、その人が持ってそうな固定観念ってどういうふうなものがあるんだろうっていうのをあくまで客観的に引いて考えてみるっていうところがコツです。どんなことかというと、これさっきの方のパターンですね。マヌケに見られたくないとか、屈辱を味わいたくないとか、裏の目標があるとすると、強力な固定観念見ています。で、この人が持っているであろう固定概念、固定観念。これは、若者の子供が自分の言葉に同意する可能性は低い。子供が自分の親である言葉に同意する可能性は低い。で、そして自分が子供のことを間抜けだと思うケースが積み重なれば自分の話に耳を貸さなくなるだろう。思い込み。まあもしかしたらこの方にとっての常識とか思い込みとか、そういった言葉にも置き換えられるかもしれないです。あるいは自分の言葉が子供に無視されたり、馬鹿にされたりすれば良い結果を生まない。そんな会話をするくらいならしない方がマシ。あとはパートナーが、自分に問題を報告するのはそれを自分が解決することを期待しているから。パートナーが何か問題があるっていうふうに言ってくるのは、解決するっていうのを期待しているから。で、人を助けるっていうのは、その人が正しい方向に次のステップを踏み出すのを助けることだ。この方にとっての常識。で、あとは無力感を味わっていると決して良い聞き手にはなれない。大きな失敗を犯すと二度と立ち直れない。子どもや部下が大きな失敗をするのを避ける手立てをしなければ自分の責任を放棄することになる。
子供や部下を裏切り、さらには家庭や会社を裏切ってしまう。彼らの身に悪い結果が降りかかる。こんな感じですね。裏の目標に前提となるこの方の人生だとか、そういったところから定義されている強力な固定観念、この方にとっての常識、あるいは本当にそうかもしれない、世界的な常識かもしれない、あるいは思い込みかもしれない、どちらにしてもこの方の強力観念っていうのを洗い出すのが4つ目となります。はい、先ほど皆さんが書いていただいた裏の目標の土台となる強力な固定観念、この免疫システムの土台にどういう思い込み、場合によっては自分にどういうとっての常識があるかを明らかにしてみましょう。はい、ここちょっと難しいですね。もしかしたらケンキさんが先ほど書いてくださった疲れで倒れたくないみたいなところとか、ちょっとまあいろいろな、ケンキさんならではのお話があると思うんですけれども、例えばでいくと、ここに関しては 100% やらなければいけないとか、誰も助けてくれないだとか、自分が責任を持ってやるべきところであるだとか、なんかそういったものがもしかしたらあるのかもしれない。客観的に見たときに、どういう固定観念があるんだろうっていうのを考えてみるというのが、の強力な固定観念のポイントです。はい、で、ここまでいくと第4枠のこの強力な固定観念っていうところが次に進むポイントになってくるので、ここも点検を挟んでいきます。で、皆さん書いていただいたところは自分が何らかの面で正しいと感じてきたものですか。もちろん時には本当に正しい場合もあります。で、続いて、裏の目標を必然的に生み出す関係性になってますかというところです。で、最後が、自分が足を踏み入れずに来た広い世界の存在に気づかせてくれるものになっていますか。イメージ、なんかそのことに触れようとすると、ちょっと危険立ち入り禁止みたいな札が自分の感覚的にあるようなもの。あ、ここちょっと踏み込みたくないなっていう領域。正しいかどうか検証するのやだな。そういうもの。皆さんありがとうございます。固定観念、子どもの将来親次第という部分が大きい、よって親プレッシャーを感じて本当に今のままで良いか不安になるところですね。ありがとうございます。まさにそういうところですね。タブー、うん、固定観念、同僚の力をもらうのは恥ありますよね。 100% で働けないと、働けないといけない。そうですね。ご自身にとっての固定、正しいと思うこと、社会的に正しいと思うことみたいなところかもしれないです。はい。で、ここまでやってくると、皆さん自身のアクセルとブレーキ、どんな免疫機能が働いているか、で、その土台に何があるかっていうところが見えてきます。ちょっと本当に一日がかりの枠のところをガーッと私のインプット、一方的なインプットだけでやっているので、ちょっとこう、枠としてはあまり適切でない部分はあるんですけれども、一連の流れとしてはそこまでやってくるというところになります。じゃあその後に、じゃあどうやって向かうかっていうところですね、をちょっとご紹介していきたいと思います。でここまで免疫マップができたっていうふうに仮定して、自分のアクセルとブレーキが可視化された。っていうところまで来ましたと。で、じゃあその後どうすればよいのかっていうところなんですが、すごくこれを固定観念って皆さんが生まれてきて築き上げてきた本当に考えの土台となる価値観のところなので、この機能を克服するっていうところは長期間かかりますという前提があります。そこはまず理解していくというところと、あとこれは一番左側の一番重要だというふうにお伝えした第一枠の改善目標っていうところが本当に大切になるので、できればこの改善目標が適切であるかどうかっていうのを皆さんの味方の方、味方になってくれる家族だとか会社の仲間だとか、そういったところにそもそもこれって私にとって合ってると思うみたいなのを聞いてもらう。
で、もしかしたら、なんか、もしかしたらあんまり話聞けてないかもしれないから、これが目標だと思うんだよねっていうのを奥さんに聞いたら、え、あんまりどころじゃない、全然聞いてないけど、みたいな感じで言ってくれるかもしれない。で、そういったところとかで確信していくので、ぜひ、この改善目標のところをしっかり作っていきましょう。で、その後、固定観念を、検証してみるっていうプロセスをやっていただきたいと思います。はい。で、検証の目的のところは、まず、安全な範囲で試して、その固定観念が本当かどうか、試して実験してみるっていうところですね。フィジビリティとも言います。で、やり方ですが、一番強力な固定観念とか、検証可能なものを選んで書き出してみた、見ていただければと思います。で、その固定観念をフィジビリティ、検証する方法を考えてみて、どういうデータがあれば、それの反証材料になるかを考えてみて、実験してみるというのが、ポイントとなります。はい、こちらに関しては、具体的なワークというよりも、エッセンスとしてお渡しさせていただければと思います。はい、でその時の、チェックシートとしては、どういう検証をしようとしているか、どういう情報が得られるか、どういうデータ集めたいか、どういう結果だったら思い込みが正しかった、間違っているかと結論付けられそうか、これらの基準を満たしているかどうか、まず安全かどうかですね。安全じゃないのは心理的にも肉体的にも試さない。あとは材料を得られるかどうか、相手は適切か、強力な固定観念が否定される可能性はありますか、すぐに実行できるか、こんな感じでやっていく。例えばさっきの、このお話を聞いていないみたいなケースでいくと、まずなんか一つ選んでみる。パートナーが自分に問題を報告するのは、それを自分が解決することを期待しているから。これを選んでみて、安全そうなパートナーに心が穏やかな時に、何か問題があったっていうふうに相談を受けた時に、一旦何も答えを返さずに、しっかり傾聴して聞いてみる。返事をする。そうした時にパートナーの反応どうだったか。みたいなところをやってみようだとか。そういったところが検証というところになってきます。はい。で、そういった形で、検証を固定観念から得られたところに関して検証していくことで、プロセスとしては、この今無意識に影響しているところから、無意識に自由。無意識に影響しているところから意識的な影響に変えていって、そこを意識的に自由にして、無意識に自由にしていくっていうのを繰り返すことで、固定観念が外れていったり、克服していったりとかして、左側の方の、一番の目標につながっていく。というふうに言われています。はい、皆さんこういった検証するだとか、何か問題に対して課題解決していくみたいなところはどっちかっていうと得意かなって思うので、まあ肝はこういったプロセスあるんですけれども、まあ、本当にこの、免疫マップのところを、作っていただくこと。で、その中で一番大事なのが改善目標が重要です。ここをちゃんと、定義するというところ。できていくとステップに進みやすいかなと思います。はい。では、お時間となりましたので、一旦ここまで本当にインプットばかりで申し訳ありませんが、バーッと話させていただいたので、不明な点だとか、こういう場合はどうなんだっていうところで、質疑応答に入っていければと思います。久保さん、そのまま質疑応答に入っちゃう感じで大丈夫ですか？大丈夫かな？多分大丈夫そうということ思いますので。はい。じゃあ何か質疑応答ある方、チャットか、音声でぜひお話しいただければと思います。いかがでしょうか？なかなか質問しづらいところがありますかね。ちょっと咀嚼するのに時間をくれというところではあるかもしれないです。
すみません。はい、お願いします。慎吾さん。質問、あ、佐藤と申します。はい。さっきの話をちゃんと聞くみたいな、はい、の方と、今目指しているところを出たんですけど、はい。方の検証設計チェックシートで考えると、はい、どういう検証をしていくのかっていうのをちょっともう一回教えていただきたいんですけど。あ、ありがとうございます。この方がどういう検証をしていくかっていうところですね。はい。はい、まずポイントになるのが、この方にとって、もし失敗したとしても、安全、肉体的にも、精神的にも安心して、こう、検証できるプランをご自身で考えていただきます。で、じゃあこの中でいくと、どんなところがあるかなというと、そうですね、さっきの例でいくと、まあ、例えばパートナーのところに問題が解決するっていうのを求めているからというところを、あえて解決手段を何も出さずに話すっていう時にパートナーがどういう反応するか。で、実際に本人に意見に聞くっていうところがあるかなと思います。はい。あとは、例えば、この人を助けるとは、その人が正しい方向に次のステップを踏み出すのを助けることだ。もしかしたら、これも、部下の方が、何か、ヘルプを言ったときに、それに対して、解決策を出そうと頑張らずに、一生懸命聞くっていうところを、終始してやってみる。とか、あとは、大きな失敗を犯すと二度と立ち直れない。これはなかなか難しかったりしますよね。大きな失敗をしてしまうと、その立ち直るっていうところが、安全でなかったりするかもしれないので。でそこを、もしかしたら、こう、小さい失敗みたいなところを、過去から思い出して、こう書いてみて、じゃあ実際に立ち直れたことあったんだけど、どうだったっけ？で、大きな失敗を起こしたら本当にそうだったっけっていうのを振り返るっていうのも検証になるかもしれないです。はい。というところで、この方をちょっと話を聞くっていうところで、なかなか数値化するところは難しいかもしれないんですけれども、身の回りの安全な方からまず、結果を出さずに聞いてみてどういう反応が得られるかっていうのを一個一個やってみるといいのかなっていうところですかね。はい、すいません。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、チャットでいただいています。まず、直哉さん、免疫マップを作るときに過剰反応をして、アレルギーのような症状が出てしまうようなことはありますでしょうか。そうですね、これ、かなり向き合いたくないことだったりするので、結構ワークショップでやると泣いちゃったりとか、そういうのがあります。で、で、そこがいい方向に行けばいいんですけれども、ちょっとここ触れたくないなっていう領域まで行くケースが中にはあるんですね。特に強力な固定概念のところだとか、親からの育てられ方みたいな。そこに関しては無理せずにやらなくていいよっていうのを、コミュニケーションしたりするケースがあります。そういう感じですかね。はい。注意点があればっていうと、本当に向き合いたくないこととかは安全じゃないとも言えるので、そこに関しては、私はそこまでやらなくていいかなと思います。あとは、他の人と一緒にやるときは、そういったところまで突っ込みすぎないようにする。例えば、グラウンドルールで、ここ嫌だなって思ったら、お互い嫌だねって言おうねっていうようなグラウンドルールを設けるみたいなところがあるとやりやすいかなと思います。はい、ありがとうございます。障害者の当事者会でこの学びを応用するにはどうすれば、良いでしょうか。この学びを応用するにはどうすれば良いでしょうか。ありがとうございます。そうですね。この免疫マップっていうもの自体が一旦これのパッケージとしてあるというところなんですけれども、すごくシンプルに言うと、ちょっと冒頭お伝えしたんですが、強い改善目標に対してブレーキ、何かしらの言い訳だとか、裏の目標っていうのが働くっていうのは、この免疫マップのこの概念以外にも、結構いろんな理論に共通して言えることだと思うんですね。で、それを乗り越えるには、やっぱりとはいえ強い目標がないといけない。強い目標がないと、もう本当に言い訳しちゃうっていうところがあるので、もし何か向き合いたくないな、嫌だなっていう時には、
他に何かそれをこうやっぱり言い訳をしたりとか守りたい何か守りたいものがあるのかもね、目標があるのかもねみたいなところをセットで考えるようにするといいのかなっていうところがあります。まあ、ちょっとそのシンプルにしたバージョンというところですね。はい、ありがとうございます。こうきさん、質問ではないですが、肝となる固定概念の書き換えがやはり一番難しい。そうなんです。難しいので、できればこれってさっき客観的にこういう3番目の裏の目標が持っている人が考えていそうなことを洗い出してみましょうってお伝えしたんですけれども、できれば安全な場で他の人に一緒にやるのは望ましいですね。その方から、でもこれってこうなんじゃないって指摘してもらうのが一番簡単な手段であります。はい、そうですね。突っ込みすぎないグランドルまとめていただいてありがとうございます。はい、通常、平田さんですね。通常のワークだと免疫マップを完成するのはどれぐらい時間を見込むと良いでしょうか。この後じっくり考えたいと思いましたが、パッと出るのが本音だったりするのかも。そうですね。本当におすすめの時間配分があれば教えていただきたいです。ですね。これでいくと4個書いていただくことになるんですけれども、イメージ、本当にこの理論について結構理解できた。あとはワークに進めるっていう状態であれば、1個1個のワークは、人によりますが、10分から15分ぐらいかなというところですね。で、他の人とかとやり取りをするのであれば、プラスちょっと同じぐらいの時間かかるっていう感じになるかなと思います。はい。ありがとうございます。そうですね。強い目標が必要というところですね。本当に変えたいかどうか。もしかしたら、本当に変えたいとあんまりちょっと思ってなかったら、他の強い理由があるのかもしれない。そっちが上回っているのかもしれない。そっちの方が大事なのかもしれない。というところですね。これは免疫マップ関わらず、いろんな理論のところで共通しているところかなというところです。はい。ご質問は大丈夫そうでしょうか。はい、ありがとうございます。一旦ご質問なさそうなので、こちらで、私からのお話は終了させていただこうと思うんですけれども、何か個別にここは気になるだとか、ここは教えてほしいだとかっていうところがあれば、なんせちょっと今 Facebook のアカウントが止まっているので、お伝え しづらいんですけれども、多分秋葉良子とかで検索していただくと、ちょっと暫定で作ってるアカウントとかで、受けられるかなと思うので、なんかあったら気軽にご連絡をいただければと思います。はい。というところで、こちらで以上となります。熊さん、お返しする感じで大丈夫ですか？はい、大変ありがとうございました。こんなにしっかりとしたワークショップ感のあるものと実は分かっておらずで、はい、大変ありがとうございました。じゃあすいません、皆さん。